健一です。今回も動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今 S660 に乗っているわけなんですけども、今日はですね、僕の近所でですね、箕面というところがあるんですけども、そこの箕面で有名なチーズケーキをですね買いに行こうと思います。今走っているのがですね、この左手に見えるのが箕面のキューズモールということになります。今北大阪急行のですね延伸工事をしていて、終着駅がここまで伸びるということがあって、今箕面市ではこれは結構話題になっていることですね。地下鉄でいうと大阪メトロの御堂筋線ですね、今の終点というのが一応江坂ということになっているんですけども、江坂からその先ですね、北大阪急行線で千里中央まで行けるんですけども、そのさらに先、千里中央からですね新箕面という駅まで、茅野中央になるのかな、新箕面になるのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、その新箕面駅までですね延伸されるっていうことで、箕面がですねますます便利になるっていうことで話題になっています。道路の方はですね、ここが茅野の交差点ということになるんですけども、この大きな交差点はですね左に曲がっていくと国道171号線ということになります。国道171号線は神戸から京都までをつなぐ大きな道ということになりますが、この道を通ってですね、本当に美味しいケーキ屋さん、チーズケーキ屋さんまでですね S660 で向かおうと思います。直接地域に住んでいるとですね、かなり有名なチーズケーキ屋さんで、デリチュースっていうところなんですけどね、でここはですね、本当にチーズケーキ美味しいんですけども、フィギュアスケートの選手だった浅田真央さんですねが大阪に来ると必ず買って帰るっていうようなチーズケーキらしいです。で本当にそれぐらい美味しいものなんですね。そこの本店の方へ向かうというわけです。そのチーズケーキ屋さんまで向かうのですね、せっかくなんで屋根を開けて走ろうかなと思ってたんですけども、お店に着いてからですね一つ屋根を閉めるという作業ができてしまうので、ちょっとそれが面倒で屋根を閉めて走ってしまいました。 S660 の屋根はですね、屋根というかゴロって言ったらいいんですかね、布製になっていますので、上の方はちょっと熱がたまるような感じがあるんですけども、屋根を閉めてしまってですね、エアコンをつければ快適に車内で過ごすことができます。なんか冷えが悪いなと思ったら、僕はミッドモードにしてですねエアコンをかけるとかなり体に当たるんで、冷えすぎてちょっと寒いなって感じることがあるくらいよく効きます。ですので夏場のこの S660 ですね、屋根さえ閉めてしまえばそんなに暑くてしんどいなと感じることはもちろんありません。最近の車ですからね。逆にですね、屋根を開けて走るときは本当に暑い日はですね気合を入れて走らないといけませんし、常に水分が取れるような状態で走らないと熱中症の危険がついてまとうという感じになりますので、街中を走るときはやっぱり屋根を閉めて走る方がいいですね。屋根を閉めてエアコンを効かせながらですね、この S6 の雰囲気で走っていくっていうのが気持ちよくて楽しいものですね。小野原の交差点が見えてきました。この小野原の交差点を右に曲がっていきます。で左手にですねケンタッキーが見えているんですけども、ここのケンタッキーはですねケンタッキー食べ放題プランがあるんですね。平日昼間で食べ放題だと1550円ぐらいで1時間食べ放題コースがあるようですね。結構ここ
通る場所なんですけども、買い物した方というかありませんね。ちょっとケンタッキー食べ放題ぐらい食べれるのかなみたいな、そんな感じもするんで、普通に買って食べる分には僕は十分なんですが、ケンタッキーめっちゃ好きっていう人は、この大阪に来たらですね、この小野原のケンタッキーに行ってみるのおすすめしておきましょう。このルートですね、デリチュースまでのルートは171号線を通るルートということになるんですけども、例えば大阪市内方面から来るとですね、新御堂とかを通ったりすると思うんですけども、この新御堂からもですね直接的に行くことができます。まあ、ナビを入力すれば分かると思うんですが、今回はですね稲市から行くルートで動画の方は流していってます。この道をまっすぐ行くとですね、デリチュースの方に到着するので、そんなにややこしい場所にあるわけではないので迷うことはないと思います。デリチュースの場所をですね実は忘れてしまっていて、この関西スーパーが見えてきたらですね右に曲がればそれで到着するわと思ってたんですけども、残念ながら道を間違えてしまいました。ここからもう一本先の交差点をですね右折すると駐車場がありますし、まあ、直進して右手の方にデリチュースがあるので店舗の駐車場の方に直接入れることもできます。道を間違えてこっちに来てしまったらですね、このコメダコーヒーの看板が見えた場所をですね左の方に曲がっていってもらうと、もう一本先の方の道に出ることができるので、デリチュース意外とこっちからでもすぐに行けてラッキーだったなって、そういう感じです。この道に出たらですね左の方に曲がっていって、右手の方に金のことが見えてるんですけども、この先に行くとですね駐車場が用意されています。まあ、店舗の方まで行かなくてもですね臨時駐車場というか店舗が持っている駐車場があるので、そちらの方に入れてしまっても OK ですね。目の前に見えているのがデリチュースということになります。日曜の午前中に来たんですけども、それほど混んではいませんでした。はい、ということでデリチュースのケーキ購入しました。これは一番小さいサイズのやつを購入しましたね。で早速ですね箱を開けていくとですね、本当にもう開けるだけでですね美味しそうなチーズケーキが見えてきます。こうやってですねデリチュースのチーズケーキの案内にも入ってます。僕はチーズのことはあまりよく分かりませんけども、このデリチュースのチーズケーキを口の中に入れた時にはですね本当にチーズの味とですね風味が口の中に広がって、すっごく幸せな気分になれるんですね。これまで食べたチーズケーキの中ではですね僕の中では一番美味しいチーズケーキっていうことになります。他にもね最近は美味しいチーズケーキいっぱいありますけども、僕はやっぱりこのデリチュースのチーズケーキが好きですね。お手入れのしてない切れない包丁でデリチュースのチーズケーキをカットしたらですね、これをお皿に盛り付けて早速食べていこうと思います。いや本当にですねこの時も結構久しぶりに食べたんですけど、やっぱり美味しかったです。ぜひですね大阪箕面っていうところに来た時にはですね小野原のデリチュースっていうチーズケーキ屋さんによってぜひこのチーズケーキを味わってみてください。本当に美味しいです。では今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。